ちょっと先週がナイトゲームだったんで、はい、こんばんはって言っちゃいましたけど、こんにちは。暑いっすね。大丈夫ですか、水分補給は。ビールばっか飲んでてダメですよ。はい、羨ましいですけど、しっかりと水分補給をとって試合に向けて、はい、盛り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、この日イベントずっと楽しみにしてました。延期になってしまっていたので、スケジュール調整とも今日ゲストで来ていただいている岡田選手とね、調整しながらという形になりましたけど、今日はね、実際来てもらってます。先ほどちらっと見えたかもしれませんけど、めちゃくちゃかっこいい方なんでね、後でお呼びしたいなというふうに思いますが、まずはこの方お呼びしたいと思います。どうぞ。お願いします。すいません。いやいや、まずは、はい、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。いやー、皆さんありがとうございます。本当に気づかしてしまって、ちょっと奈緒さんと、はい、同じ名字の方と結婚しました、ね。はい、ちょっと親戚感があるんですけども、ね、親近感感じてます。はい、石川アンナさんという方とちょっと結婚しまして、はい、すいません。なんで謝るんですか。いや、わかんないですけど、14個下なんですよ。14個下そうな、あ、ブー食らった、ブー食らいました。え、今おいくつなんですか、奥さんは。奥さん31歳で。31歳って、うちで言うと誰だ、選手。誰だろう。タマとか近いんですか。タマちゃん、慶吾とかじゃないですか。そうですね、お世代。そうですね、慶吾と結婚したいの思ってたから。いやいや、それと違うと思いますけど。10番と結婚しました。10番と奈緒さんの合体みたいな人と結婚したという考えでいいと思います。なるほど。はい、で、おっぱいはディエゴ・オリベラぐらいの。はい、すごいぶっちゃけますね。そうですね、もう一個ぶっちゃけた方がいいんじゃないですか。何ですか。応援してるチームがあると。あ、それ言うんですか。うちの奥さんが。はい、うちの奥さん清水さんのファン。そうなんです。すいません、本当にすいません、そればっかり。でも僕と一緒にこう東京の試合も一緒に見るようになったので、すごい詳しくなってます、本当に。じゃあいつかはまた一緒に。そうですね、はい、ここで夫婦でやれたら清水戦。言っちゃいましたね。ちょっと怖い、本当に怖い。いやいや、その日もまた楽しみに、はい、イベント部に今話もね、聞いてもらったから。呼びましょうじゃないんですよ。呼びましょうじゃないんですよ。はい、お待たせしてしまっているんでね、はい、では早速お呼びしたいなというふうに思います、はい、皆さんお待ちかね、早速ゲストに登場したいただきましょう。新日本プロレス IWGP 世界ヘビー級王者、はい、岡田和親選手入場です。本物ですからね。岡田和親さんじゃないですから。後ろで、ね、後ろでずっと公認ください、公認くださいって言われてたんですけど、岡田選手僕見てないんですよ。そうですね。すみません、ちょっと車の中で待ってたんで、ちょっとすみません、はい、見てなくて。見れてなかったですね。逆なんですよ。違います、はい、本物です、はい、本物の岡田和親選手ということで、はい、話をね進めていきたいと思います。はい、します。はい、座りください。失礼します。いや、嬉しい。もうここからはですね、ユッティもプロレス大好きなんで、僕はまだちょっと初心者だということで、はい、今日はユッティがいろいろ話を、一回奈緒さんと後楽園ホール、ね、見に行ったんですよね、岡田選手を応援しに、はい、でその時に奈緒さん的にはどうだったんですか、岡田選手見て。いや、めちゃくちゃスタイル良くてかっこよくて、はい、なんかプロレスのイメージ変わりましたね。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。岡田選手はサッカーはご覧になったことあるんですか。はい、僕はありました。はい、それこそ僕永田裕二さんの付き人してる時に、来ましたし、アジスタ来てるんですよね。来てます、はい、永田選手がゲストの時にまだ岡田選手がヤングライオンで、ヤングライオン若手の頃にですね、はい、はい、来てます、はい、その時は試合見られて見て、はい、あ、
見て帰りました。勝ちましたかね、うち。勝ってたはずです。あ、よかったですね。はず。1-0 で勝ってたはずです。あ、よかった、よかった。いや、いい思い出はある。そうですね、はい。そこそ、ナオさん出てた、出てました。多分出てました。2009年とかですよね。2009年、はい、はい。一番調子良かったと。もしかしたら点取ってたかもしれませんね。それが怪我した後か、ちょっとね、わかんないですけど、でも、はい、羽生さんのせいで怪我したと、ね、そうです、そうです、はい。そのなんか、岡田選手的には、はい、こう、やっぱり試合勝った後に、はい、マイクパフォーマンスみたいなのあるじゃないですか。ああ、やります、はい。ああいうのは、やっぱサッカーではなかなかないんですけど、はい、ああいうのサッカーでも取り入れたらいいのにってちょっと思うんですけど、どうなんですかね。あ、でも確かにないですよね、はい、こう試合終わって、うん、あの会場の皆さんにっていうのはあんまりないですよね。そうですね、ヒーローインタビューがまあ時々とかあるぐらいなんですけど、はい、なんか決め台詞みたいなの作ったらまたいいのかなと思ったんですよ。あ、岡田選手もありますもんね。僕も彼の雨が降るぞっていう時もありますし、ね、それこそ猪木さんであれば 1-2-3 だっていうのもありますもんね。岡田選手、僕好きな3つのやつが好きなんです。あー、3つ言わせてくださいですか、はい、特にありませんそうなんですよ、3つ目はね、特にありませんからね、はい、あれだからどうですか、 FC 東京の選手もあれを使うっていうのはどうなんですかね。僕は全然、はい、ありですか、公認で、はい。あ、ここすぐ公認ここすぐ公認なのな分かりやすく知名度だと思う、これでもそうですね、なんかそういうのもあってもらえたら、うん、あ、なんかすごいプロレスみたいだなって思うことですよね。なんかこう、特に岡田選手も応援しやすくなるというか、もう僕は、はい、うん、もう応援しますよ、めちゃめちゃ。あ、嬉しいな。岡田選手でも愛知県なんですよね、出身。僕は、はい、愛知県です、はい。このその時はまさか東京のチームのゲストに来ると思ってないですよね。そうですね、はい、はい、なんで最初延期になってしまった、はいはいはい、開催中止になってしまった時はね、相手が、名古屋グランパスだった。はいはいはい。で、僕斎藤学選手と仲いいんですよ。あ、そうなんですか、ね、はい、何も連絡しなかったですよ気まずくて本当にうちのチームのスタッフはすみません気に使わせて斎藤選手はどう、何で仲良くなったんですか。斎藤選手もすごいプロレスが好きだったんですよね。そうなんですね、はい、で東京ドームから来られてて、はい、その時はまだ、フロンターレだったんですかね、はい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 、それでなんとなく仲良くなり仲良くなって、はい、まあ、本当ドームとか来て、まあ、食事も行ったりとかしてて、うん、でまあ、こうまあ、開催中止になりましたけども、はいはいはい、ああいう形になったんですね、はい、なおさん、東京の選手はプロレス好きな選手はいないですかね。いるんじゃないですかね、僕は知らないだけで。あ、今度一緒に来たいですよ、ね、あ、そうですよね、はい、せっかくなんかファンにもなってもらいたいですよね、プロレスにも、うん、そうです ね、 ね、なので世代的にも、はい、今35歳、今年5になりますよ ね、 ですよね、はい、多分うちで言うと森重とかが、うん、あ、その年齢になるんですね、はい、今日も試合出場しますけど、はい、はい、ぜひなんか連れていきましょうよです、ねね、せっかくなんで、はい、見ていただいた方が、うん、でもプロレス、皆さんもプロレスファンになっていただいて、そうですね、でプロレスファンも FC 東京さんの応援に来るっていうね、こうどっちもこう盛り上がっていけたらいいんじゃないかなと素晴らしい思いますね。初めて岡田選手を今日見たっていう方もいらっしゃいますもんね、生で。岡田選手生で初めて見たよって方、ほら、ってことは今日でやっぱりもうチャンピオンが来てくれたっていうことで知るわけですもんね。そうですね、ありがとうございます、チャンピオンです。いや、チャンピオンなんですよね。チャンピオンだからチャンピオンって言えるじゃないですか。言えるんですよね。まだ一緒にもリーグでチャンピオン取ってないんですよ。そうなんですよ。なのでそこをちょっと僕は聞きたくて、ぜひ。いいですね、チャンピオンに、はい、どうやったらチャンピオンになれるかっていう。あー、うん、まあ、僕を加入させる素晴らしい。でもそうなんですよ、ニューティーさんと話したんですけど、191センチですよね、はい、50メートル5秒、5秒台なんですよね。そうですね、足速いんですよ、はい、早かったです、はい、で、ジャンプ力もあって、はい、平山壮太よりスケールでかいっすね。身長は、平山壮太選手がいたんですよ、はいはい、で、身長同じぐらいなんですよ、はい、だから、足は速い平山壮太だったで、ドロップキックをものすごい打点高いですから、ね、そうですね、うん、だからヘディング合わせるとか僕ドロップキックでゴール取りますからすごい今日も岡田がドロップキック見たと思って見たいな。でも僕リフティング2回ぐらいしかできないから大丈夫です、大丈夫ですか。ただ必殺技がね、はい、レインメーカーで腕出ちゃうんでね。いやでも神の右手って言ってマラドーナと一緒VAR はちょっとその時はちょっとそうですね、はい、バレちゃいますからね。そうです、はい、プロレスはね5カウント以内は反則 OK ですから。そうですね、誰かがこうね、審判をこう目を引きつけといてもらえれば手も使い放題なんで。手も使い放題そうですね、はい、なるほど。これだけ吉井
トリカのファンの皆様が加入を待ってますよ。あ、本気にしないでください。あ、してないか、誰も、誰もしてない。多分入ってくれたら、多分皆さん喜びますよ。いい、もう。ね、喜びますよね。全然いいです。はい。めちゃくちゃ喜びますよ。なんかサッカーって背番号あるじゃないですか。はい。なんか好きな背番号とかありますか？あ、そうですね。僕は、そうですね。でも、まあ今回ユニフォーム作らせていただいて、はい、ちょっと入れさせてもらったんですよ、背番号。あ、何番にしたんですか？僕、1813にしたんですよ。はいはい。1813。意味わかんないですよね。全然わからない。何だろう。何だろう。何だったんですか？まあ、18が、ネタバラシしちゃうと、はい、18が、はい、ABCD から数えていって、はい、R なんですよ。R、はいはいはい。で、13が M になるんですよ。はい、でもレインメーカーの頭文字を取って、1813に。おー、なるほど。すごい。だからちょっと数字でちょっと表したいなと思ってるんですよ。はいはいはい。はい、なんで、1813。そんな深い数字があったなんで思ってたんですよ、僕も。なんなんだろう、1813って。そうなんですよ、なんか、はい。なんか、人と被りたくないなと思って。これ背番号って何番までいけるんですか、 J リーグって。何番までですかね。1813いけるんですかね。いけるんですか、ね、今のところ FC 東京いないですか。いないです、ね、1813。あと本も出されたんですか。あ、本も、はい、昨年末出させていただきまして、はいはい、どういうことを書いてるんですか。いろんなことでかっこいい男になるために、はい、まあ、でも一番最初にこうスクワットのことが書いてあるんですけれども、はいはい、まあ、スクワット500回まあ、意味のない、結構ね、体とかも悪くなりますけれども、はい、やっぱそういう辛いことを経験して、またその僕たちはその、で、スリーカード入ったら負けてしまうんですけども、はいはい、そのワン、ツーを返すことができるとか、うん、ロープをタッチして、まあ、その関節を解いてもらったりとかっていうことを、はい、なんかそのためにこう精神も鍛えていって、またね、前にできなかったことをまたできるようになって強くなっていくことか、はい、なんかそういうことをなんかいろいろと書かせていただきました。このスクワットも500回やれることで、自分はまだいけるぞっていう気持ちになれる。そうですね、うん、はい。だから本当に辛い時があっても、まだまだこう立ち上がっていけるんだよっていうのが、まあ本当にその、本当プロレスらしい練習がやっぱスクワットなのかなと思います、はいはいはい。ちなみにスクワットだと何回ぐらいが最高やったことあるんですか。僕はちょっと練習寝坊して1000回寝坊してそれは罰としてやるて練習寝坊して1000回で、はい、まあ、軽くできちゃったんですよね。すごい。まあ、1000回で30分ぐらい、ちょっとなんかだるいなぐらいなんですよ。もうなんか時間がもう早く過ぎないかなぐらいで、はあはあ、だから軽くできちゃったんで、はあ、今度ジャンピングスクワットっていう、こう前に飛んでスクワットする、はあはあ、前に飛んで戻って、それ30回10セットやらされて、はあ、まあ、それちょっときつかったですよ。それでもできちゃったってことですもんね。できちゃいましたね、はい。まだ運動神経がいいんだな。じゃあもう最終的に、じゃあ最後のちょっと時間もなくなってしまったんで、はい、ちょっと最後の質問なんですけど、はい、FC 東京に何か取り入れたらいいんじゃないかっていう、なんかないですか、プロレス要素みたいな。プロレス要素は、そうですね、はい、まあでも何ですかね、まあ、レフリーをレフリーの目はもう誰かが隠して、そうですね、でもやっぱ、そうですね、今さっき話してて一番いい作戦なんじゃないかプロレスらしさもありますね、ファイブカウント以内なのね、ちょっとね、ヒールっぽさが目立ちますけどね。そうですね、悪いことするチームって言われちゃうかもしれない。場外っていうのはどうなんですかね。場外、そうですね、はい、場外に選手出しちゃうってことですね。出しちゃうってことですね。入れさせなくちゃ。まあ、あと乱入もありますもんね。そうですね。あとベンチの人に叩きつけたり。あ、なんかすいません、ちょっとプロレスでもっとそんなこと、そんなばっかじゃないですよ。そうなんですかね。すごくちょっと面白い試合してますからね。ちょっと、はい、悪役のことを話してるだけでありまして、もともとね、ちょっと悪役ギミックで入りましたからね。そうですね、要素はね、はい、悪い感じだったんですけど、僕でも悪いことしたことないですからね、はい、悪いチームには、チーム、まあそうですね、悪いとこにはいたんですけども、はい、僕も真面目に戦ってただけなんで。いや、あの時の顔は悪い顔でしたね。まあ、生意気な、ね、顔をしてたと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、プロレスは、うん、反則、反則じゃない東京に反則を植え付けて帰ろうとしないでください。はい、ということでですね、はい、もうお時間が早い、はい、来てしまった、話がつきませんけどね、はい、あっという間な時間が、うん、はい、経ってしまいましたけど、この後も、はい、ありますもんね。そうですね、はい、まだいろいろとやらせていただきますので、よろしくお願いします。またスタジオ
ジャムの方でぜひ。そんな僕レベルじゃないですよ、ね、知ってるっていうのね大丈夫です足が速い選手好きですからねでもねだいぶ膝も悪くなってきてレベルがもういいですよ走れなくなってきてはいじゃあもうそろそろそうですね、はい、ということではい、はい、寂しいなぁ行きますか行きましょうはい寂しいですけどねはい、はいはいはい、ということですごい、はい、すごい締め方ですねちょっと寂しくなっちゃうんですね、はいはい、また会えるんではい、はい、また会える、はい、いやかっこいい本当に惚れますよそうめちゃくちゃこの近くで見るとかっこいいですよ ね入りの時僕一緒だったんですよビシッとスーツ着ててでなんかよろしくお願いしますみたいなすごいよくできる営業マンみたいなその時はヒールでしたからねはい、はい、そうですねはいということでじゃあ撮影を3人でさせていただいてはいということで、岡田和親選手でした。ありがとうございました。緊張しますよ岡田選手、ね、さすがにいやサッカー選手といる時に緊張するってあんま聞いたことなかったないですねだからさっき水内さんあったじゃないですか、はい、水内さん全然緊張しないですねああ水内さん頑張ってって言ってるまあまあでもやっぱりさっきのお話でもそうですけど、はい、自分をどうプロデュースするかとか大事ですよねほんとそうですねなんかこうピッチでもそうですし、はい、だって直さんだってそれ最たるものだったじゃないですかやっぱ右サイド駆け上がった時のも、はいはい、あーってなってたんでそうですねそういう自分の良さを出せるというか、うん、はい、まあ、そういう選手がどんどん出てきてほしいなと、はい、まあ、そういう刺激もね、はい、ぜひもらいたいなと、はい、というふうに思いますけど、はい、まあたくさん話もしたかったんですけど、まあまあ、たくさん聞けましたねいや聞けましたよ、はい、なかなかこういう機会ないですもんないですよ一種のねチャンピオンが来てくるいや本当ですよ素晴らしいことですよ、はい、ありがとうございます、はい、本当にということです、はい、今日の浦和戦も、はいはい、勝利ということで連勝ね、はい、していきたいなというふうに思います行きましょう、はい、いい天気ですからですね浦和の皆さんもいらっしゃいましたもんね浦和、ね、の皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします FC 東京魂復活させてください好きなんですよねそうなんですよね浦和の方の方は FC 東京魂大好きあこの間もすいませんあのアートパックそうそう出ていただきましたんであれですけど僕とニューさんが休ませていただいて本当に2人が休むってことあるんだな今年からはい、はい、ということで皆さんじゃあスタジオに行きますかはい勝ちましょう、はい、よろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます